こんにちは。松野町長の坂本でございます。もう立春も過ぎまして、本当にこう春が待ち遠しい今日この頃でございます。本日はご多忙の中、このように多くの皆様のご指摘を賜りまして、平成24年度第5回の森の国松野応援団関西支部総会が盛大かつ有意義に開催できますことを心より感謝とお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。本総会には黒瀬光明愛媛県大阪事務所長さん、土井克美顧問さん、伊門照和近畿愛媛県人会事務局長様にもご対応の中ご臨席を賜り、花を添えていただき誠にありがとうございます。大変力強い会議でありまして、厚くお礼を申し上げます。また昨年4月からちょうど2カ年間、愛媛県大阪事務所に土井浩二郎主任を実務研修生として派遣をしております。本日出席をしてくれておりますけれども、松丸駅前の平久の出身でございます。もうすっかり大阪関西に溶け込んで、愛媛県そして松野町の情報発信や PR、また営業マンとして大変活躍をしてくれております。また皆さん何なりとお申し付けいただきたいと思いますし、大阪事務所内には近畿愛媛県人会の事務局もございます。私も県人会や北和会の総会等でいつも出席をさせていただいておりますので、ぜひともまた松野町のご出身の皆様にもこの愛媛県人会